私のさカップル、おじかれと京都嵐山に行ってみよう。何そのノリ、いきなりでーす。いつもね、あのね、おじかれがね、いろいろドライブ連れてってくれるんだけどね、私人生初めてなの、嵐山行ったの。あ、そうなんだ。そう、ここね、渡月橋って言われたけど、なんだそれと。京都で一番有名、嵐山で一番有名。知らんかったし、京都といえば八つ橋だっていうね、私だったんだよ。そうなのね、嵐山行ってね、でこのさ渡月橋を知って、ほんで何京料理を食べて帰るっていうね、一日の流れやったな。じゃあ天理で行った。ちょちょ、ま、だから今から喋るから黙っとってよ。ほんでまず1個目ね、そう、歩いて天龍寺。天龍寺といったらね、あの天井に書かれてる龍が有名とか、うん、だるまが有名とかいろいろ見とったんだけど、うん、何なんか庭が有名とかな、うん、とりあえず今日は龍見に行こうって言っとったけど、龍忘れとってんな最後な、うん、だから庭とあとだるまを見に行ってきたね。うん、なんか11月の半ばだったらこういう綺麗だなって言ってたけど、うん、こういうなんか風情があるねところも見れたし、よかったなって思いますね。終わり？え、まだ終わってない。そう、これこれ、このだるまね、なんかね、あの禅宗なんかその仏教のなんとかかんとかって言ってたよ、うん、でここのさ草原地庭園っていう庭園らしいんだけど、うん、この草原地庭園はさ、なんかね、庭園だけだったら500円で、うん、お堂も入ったら300円プラス。いや、お堂から見る方が絶対いいよな。あ、めっちゃ綺麗だったよな、うん、で、なんかここのお寺のお坊さんたち、ここにさ、このもうすぐ出てくるけど、うん、このお堂の外の廊下に座って、うん、このもうこの夢も言ってたことね、うん、あそこ向いて座禅組むねんて、うん、あ、そうなんや。そう、うん、何で知ってるの？え、ちょっとこそっと聞いとった。あの お寺さんが喋ってるやつ。だから座ってみるのが一番綺麗だって言ってたよ。へえ。うん、そのこのさ、お堂から庭をね、うん、座ってみるのが一番綺麗な角度だって言ってた。これ紅葉綺麗やろな。絶対綺麗だよね。うん、ね、また11月半ばにリベンジする？いいと思う。なんでよ、連れてってよ。ね、で終わり？いや、もう終わってない、終わってない。でね、あの天理寺といえばだるまが有名って言ってたから、うん、だるまグッズがいっぱいあって、ほんであの巫女さんがいるとこにな、だるまがいっぱいおったやんか。うーん、あー、そうか。そう、それで、で目が出るだるまって書いてあって、うん、ちょっと斜めにしたら目がめっちゃ飛び出てきてびっくりした、うん、終わり、うん、で次ここね、あの北口、北出口、北出口ぐらいから出て、うん、庭園からね、でこの竹林の小道、うん、に行ったら、ここもまたまた綺麗だったよね、うん、なんか竹林の小道のなんかプロみたいなおじちゃんが言ってるのをちょっと後ろから聞いとったら、うん、なんか雨が降った後とかの方が幻想的で綺麗って言ってたよ。でもなんか入ったらすごい涼しい感じでね、うん、よかったよね、うん、でまたこれあれな、渡月橋も覚えたで。渡月橋の周り散策して、でなんかお腹空いたなって言ってたから、うん、ね、あの京料理をね、せっかく出し食べようかと。あれ京料理か。え、違う、え、湯葉でしょ、湯葉、湯葉だって、湯葉初めて食べたじゃん、湯葉、うん、あ、ここじゃないよ、行ったのは。ここじゃないよ、ここじゃないよ、ギャーテーの入り口入ってないじゃん、うん、これね、ギャーテー名物湯葉丼で、こっちがギャーテー御膳をね、頼んだんだよね、うん、美味しかった、めっちゃ美味しかった。で、これさ、一個一個さ、メニューがさ、うん、このね、小鉢の下にさ、書いてあるからさ、うん、ね、めっちゃ気になるんだよね、一個一個ね。そうなん、そう、なんか本日のお魚みたいな、なんかみりん、さわらのみりんなんとかっていうのを食べて美味しかったよ、うん、で、そっからまあ京都散策して、これね、幼児は有名ね、うん、なんかあの何、お化粧直しのなんかさ、粉ついとるさやつ欲しかったけど高かったからやめた、うん、うん、しか言わんな。いや、これちりめんね、ちりめんもさ綺麗よね、どう、うん、うん、しか言わんじゃん。